中学入試、考えるだけで楽しめる円の両問、おまけ問題付きです。では始めましょう。大きな円の内部に6個の小さな円がぴったり入っています。色のついた部分の面積が30平方センチメートルの時、小さな円1個分の面積を求めてください。では解説をします。各円の中心を結ぶように補助線を引くと、中央に6個の正三角形ができます。それにより中央にもう一つ小さい円を追加することができます。その小さい円と大きい円の半径の比は1対3なので、面積比は 1×1×3 で1対9であるから、色部分の面積は ÷9-1×6=÷3 であり、その実際の面積が30平方センチメートルなので、小さい円1個分の面積は30÷3で10平方センチメートルが正解となります。おまけ問題です。図は一辺3センチの正九角形の各頂点を中心として半径3センチの扇形を描いたものです。青い線の長さを求めてください。円周率は 3.14 とします。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題の解説をしていますので、概要欄の URL からご覧になってください。